どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グルリインボークリリース記念ガシャ引いていきたいと思います。まあそこそこ石は溜まってるんでね、 SSR1 枚ぐらいは出るんじゃないかなと思います。なんか個人的に10連引きより単発引いた方が出たような気がするんですよね。リセマラしてて、そうですね、3回目ぐらいで、金木出たんで、あの単発3回目ぐらいでね、それ以降全く引いてないんで、パーティーの戦力っていうか低いんですよ。あのレアの重造とか普通に入れてるんで、まあ SR で固めるなり SSR が当たればそこを交換するなりしたいんで、早速戦力強化の方をやっていきたいと思います。でとりあえずチケットがね3枚ぐらいあるのかな、チケットあるんで、ヤモリ狙いで引きましょうかね。まあなかなか難しいと思うけど、単発の方が僕としては出るイメージ、10連より単発強ですかね。俺はかっこいいよね、ガシャの演出。すげえかっけえ。ちょっと長いかな。ちょっと長いかな。普通にクイーン系のさ、グラとかさ、カグネグラとかいいよね。とりあえずこれで、ちょっと長いのかな。SR の時はCCG のファイルがこうバーッと上に流れてる時に金が混じるのかな、わかんないですけど、そんな感じだったような気がする。まあ、チケットなんてこんなもんでしょう、八川。でもまあこっちの 3D モデルもいいんですけど、あ、グルカルの方も良かったよね。良かったよね。チュイーン。このさ、彼岸花がさ、こうファサーファサーってこうタップしたとこに散るのもいいよね。あ、飛ばしちゃったけど。まあいいっしょ、チケットはこんなもんで、本命はあちらよ、10連の方よ。さあこっち引きますか、連続ガシャ。これって何、8回ってことなのかな。あ、10回特に引けるんだ。え、待って、1個だって5個だよね、普通だったら50個。まあいいか。え、どうしよう、 SSR が出ればそこで終わりたいんだよね、俺的には。まあ金木重ねたいっていう、共鳴させたいっていう気持ちはあるんですけど、まあいいでしょう、ガシャありますか。 SSR 出たらストップ。 SSR 出たらストップとか言いつつ最後まで出ないっていうのが最近の俺なんですけどね。あ、でもグルカルこの前神引きしたな。ロード長いよ、読み込むってこと。あ、これあれ、あれなの、なんか紫色のさあれになったけど、さっき水色だったよね普通の。うわ、バチバチっつって、ウェイ。これ SSR でしょ。ああ、二次ファイルなのね。あ、違うのかな。あ、でも二次ファイルあるわ。なので1枚目。なんだ。お、普通の。普通って言ったらダメだな。カジュアルカネキ。あのさ、ちょっと俺の意見なんだけど、この、グルカルってさ、3D モデルがあって、プラスカードにさ、その専用のイラストあった、書き下ろしイラストなり、まあ、そのアニメからのなんか切り抜きイラストみたいなのあったじゃん。インボークにも欲しかった、使い回しでいいから欲しかったんだよね。グルカルじゃねえわ、インボークのさ、ホーム画面にさ、ただこの 3D モデルで動いてるわけでもない、このなんていうの、スクショみたいな感じのがパンってあって、あ、ごめんなさい、 SSR だと後ろのこのモヤモヤが動いてるだけっていうのがちょっと不服。グルカルの方がホーム画面はかっこよかったっていう文句を言わせてください。おい、ヤモリ SSR。 やったぜ、おい、ちょっと待って、これ早くしないと iPhone の充電器やられちゃうパターンじゃないの、リゼさん。はい、八川。オッケーオッケーオッケー。多分ここら辺はね、あ、当たってるから、あのリセマラ段階で。ゴリさんじゃん、ゴリさんいたんだ。ちょっと待って、これだけじゃあれなんで、もう10連引きますか。ちょっと待ってね、このゲーム結構充電減るでしょ、速度の方にしてる、グラより速度の方優先させてるんですけど、だいぶ減りますね。それでも読み込んでるよ。金木重ねてえな。
金聞こねえかな。ほらまた紫は関係ねえのかな。チュイーン。お、バチバチ。ウェイ。また虹あったけど。また虹あったけど。お、一番最初じゃん。何が来るんだろう。おお、やっと。俺 SSR 全部コンプしたんだが。SSR コンプしやつ。ウェイ、ヨモさん。8カードが重ねようかな。せっかくだし、な、これ、マックスまで重ねると何があるんでしたっけ？おはじきみたいなやつ、なんだっけ？あの、アタッチメントのさ、なんか専用の名前なかったっけ？わかんないですね。はい。ということで、コンプしちゃったので、多分ね、多分コンプしたっしょ。詳細見てみよう。SSR3 種、あ、コンプしましたね。金木、あやとヤモリ、コンプしましたということで、だいぶ、まあ、3% なんでね、確率はいいと思います。あのリセマラしてる人本当に多くて、まあ、大体が金木ヤモリで始めてる人多いですね。まああやとはなんかヒーロースキルじゃねえわ。あのスキル使ったらカグネが出てきて、多分なんだステータスアップなのかな。あれはあの個人的にはヤモリめちゃくちゃ強いんですよ。多分ヤモリが一番強いんじゃないかな。周回性能が上がってるのが上がってるか、周回性能があるのがカネキなんですよ。全体攻撃なんで、でだけんカネキにだけんって今ちょっと方言出たんですけど、だからカネキにバフかけて、まあ、最後バンってスキル打って、なんかその周回性能を上げてどんどん、あのタネミじゃねえわ、なんて成長のなんちゃら区域か、成長の区域っていうクエストを回るんですよ。で成長の区域が多分ゲリラで出てて、あの1時間とかそんな感じでゲリラで出るんで、あの成長の区域をねガーッと回って、そのドロップしたアイテムを混ぜて、成長さすみたいな感じで僕やってるんですけど、ちょっとやばいですねこれ。はい、ということで、SSR コンプしました。まあ次回のガシャはまた新しいのが出てから、もしくは金木重ねたくなったらまた引きますわ。はい、というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。